また別向きだったか、いつもと同じ。同じ時間、同じ服、同じ道、すべてが同じ。12歳の僕にとっても、休み時間に何かが変わった。いつも通りどこかでタバコを吸いに行って、仲間が教室に戻ってちょっとだけそこに残った。けど、教室に戻ろうとした時からもう一人じゃなかった。影のような気配が僕を追いかけていた。その頃はもういつもと違った。違う時間、違う服、違う道。二度といつもの自分に戻れなかった。Historia basada en una de las personas que sufre las consecuencias del tabaquismo y cigarro electrónico.